コロナ禍で増えているツーリング客の憩いの場にしようと、羽咋市の能登千里浜レストハウスに新たなカフェがオープンしました。昨日オープンしたのは SSTR カフェ千里浜サンセットベースです。 SSTR サンライズサンセットツーリングラリーとは、参加者が日の出とともに日本の東海岸をスタートし、日没までに千里浜を目指す国内最大のバイクイベントです。その発案者の風間真嗣さんがブランドマネージャーを務め、地元企業の能登フードがカフェを運営しています。全長40メートルのウッドデッキを設置し、晴れた日にはオーシャンビューを楽しむことができます。このデッキはやっぱりビーチの延長として、考えていただきたい。ゆっくりとスタイルをこう固定しないね、寝転びながら、座りながら、椅子に座りながら、いかようなスタイルでも海を満喫してもらうためのデッキです。SSTR カフェは午前11時から午後6時半まで営業しています。